はい、今日もルイーダー占いをやっていきましょう。デッキに入っているレジェンドはルイーダーとソロだけとなっております。これでランクも勝てるのでしょうか。あなたに損はさせませんよ。まあ前段の時ほどね、オルゴデミイラとか、ダークドレアムとか必須ではなくなってるんで、割とレジェンド比率は低くてもいいかなと気がしますが、どうでしょうか。ああ、最近ミネはね、レッサーデーモン使いが多いんだよね。もうだけキャットバット。キャットバット。まあ、切り裂いてを先に使わせるっていう意味でキャットバットを置くのもありだが、やっぱ1、2が引いてきたよね。青だけくんはいいけど。あと、高校がいいな。ああ、やつキャニアは重いよ。重いです。重いです。やめてください。これ、ニードルマンからビビらせる方がいいね。私のああ、タオさんとタオさんとめんどくさいっていう風にさせると。たくさん引かれるのは良くないんだが、こっちもここでルイダを守るというね、方向性で。これはプレッシャーかけに行った方がいいな。ルイダはまだ後で。よし。問題は、C なんとか26の2を出しを置かれるとかなり辛いっていうことなんだよ。C ゴーレムか。そのターンあたり置かれたりするとめんどくさいことになるが。ああ、やっぱりこう倒さざるを得ない状況になる。これさすがに倒した方がいいかな。私のターンですね、これでこうこっちを一方的に取られるとかえって辛いからな。あ、いいのが出たね。倒さざるを、まあ今でも倒さないでこっちに持っていってもよかったかな。この後ろでルイーダーは生き残ると思うんだよね。ルイーダーか青だけ。さあ、シンゴーレムが出ると辛いが、こっちのルイーダーも向こうは殺せないでしょうという感じだよね。おそらくレッサーデーモン型だと思うんだけど、冒険者使っ、あ、でも冒険者まだ使ってないからし。シーゴーレムも使えない。まあ、あのまでいいよ。8、ヒーロースキルを引いてきたってことなんだろうな。これは得られるが気にせずに、ああ、こっちが逆にいいね。これは、これ置きたいところだが、とりあえずルイーダーを置いて、準備は万端よ。無視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 。冒険者さん、クレイグお願いします。ハッサンいいよ、ハッサンいいよ。よし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 。これマネマネからルイダもありえるぞ。ルイダ倒せなかったら倒さないでください。ハッサンいいよ、ハッサン。これ、ここを殴らざるを得ないけど、これを倒せるかっていうと、はぐれメタルとかなんかないと、きついと思うんだよね。あー、トロットシャッフルにした。そうだよね。まあ、やるわな。しかし、こっちはハッサンとシーゴーレムがあるから、どうしますか、的な。銀タロスでも遅いんじゃないですか。レッサーデーモンやりたいんでしょ。無視しよう。無視しよう。奴は無視しよう。さすがに、許してもらえなかった。さあ、そろそろレッサーデモン祭りが来るが、その前に何とかしてやる。多く枚数があれば。ハッサンで突破して何かしよう。とりあえずし、これで相手は、いえ、困っちゃう。困っちングでしょう。いいよ、これ。他のどっかにつけて。調子を。
もう無視。あと出てきたやつは、ハッサンで殴る。こっちの方がいいか。突破された時のことを考えると。やれさでも祭りに対して25点まだあるから、多分大丈夫。これがあるから、私まだ僕テンション一回も上げてねえんだ、これ。友達つけてもなーってやつしかいない。もう一回銀太郎して、切り裂いてとかやりたいと思うんだよね。でもこの26があるから割と切り裂くのも大変だと思うけど。ハッサンが活躍するときは見たい。これがなんか、そうだよね。切り裂いてやるしかない。しかし、大して意味がない。もう一枚切り裂くでしょ。仕方なく。後ろ脇で、そこやるが、全く勝負にならない。どうすか。もう一回土原氏行きたい。こいつ倒すと書いて厄介だから倒さずに、あの間にっていうのも良くないな。同じこともあんまりよろしくない。いい奴がいない。ちょうどいい奴がいない。これをや、いやー、良くないな。友達と貫通がついたところでって感じだな。テンション上げたところでだしな。うん、本体殴った。ここは武器として取っておきたいが。あえてこっち上げるか。あんまりだな。これ、うん。一体しか出ないけど、これ出す方がいいんじゃないか。無視して。よし。はい、対抗がありますよ、アピールをすると。大丈夫ですか、対抗ありますよ。レッサーデモで24点削れるか。さあ、頑張れ。負け、やられたら負け、やられたら負け。一回ぐらい失敗するでしょう。さあ、未来は私の手の中に。さあ、レッサーデモ24点くるか。違う。そうでもまた、そうだよね。一回でも失敗すればそっちの負けだ。さあ来い。レッサー、違った。タロットシャッフルが先。で、レッサーデモンを増やして、魔術師のタロットレッサーデモン？まさか。そんなことうまくいく？しかしこっちにはハッサンがあるんですよ。無敵のハッサンがありますよ。あとこの222を突破できるのか？ああ、ここでレッサーデモン出さないとちょっと遅いよ。ああ、遅いよ。もう一回切り裂くつもりか。いやー、ゼロでなんかやれることないでしょう。残念ながら、ハッサン勝ち。私のターンですね。すまないな。へへ、腕が鳴るね。ぶちかますぜ。これはルイダ勝ちと言えるだろう。私の負けね。さあ、引いてこれなかった感じだね。まあ、こんなもんですよ。もう一回行きますか。さあ次は何でしょうか。もしやりすぎちゃったらごめんね。さてゼシカか。ゼシカはヒャドゼシカが多いんだよね。ヒャドに対してどこまで対抗できるかという勝負でございますが、シャドウにシャドウステルスだから、この巨人も死んでもいいから、まあ、いいんじゃないですか。私のターンです。巨人で、この巨人で術を受けてもらって、おっと、やれることはやってしまいましたな。
巨人で術を受けてもらって、グレンを受けてもらって、シャドウ、要するにソロ。ああ、ソロ。ああ、ダメか、8ターン目に大打撃が来るやつだな。うん、容赦しないわよ。まあ、シャドウが来るのは目に見えているんだが。見ざるを得ないよね。これでどうするか。これ今がチャンスだと思うんだよな。ヒャドあるかな。ヒャドあったら死ぬけど。シーゴルム、まあ出しちゃおう。出しちゃおう。出してからが勝負だ。さあ、冒険者さん。ああ、ここ行っちゃいけないか。ここにシーゴルム置きたいから。おっと、やれることはやってしまいました。からビアンカか、うん、まあ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 、ここに置くとあれなんだっけ、螺旋打ち食らっちゃうんだよね。こっちの方に置いた方が良かったな。これ無理やり叩きに、シャドウから無理やり叩きに来ないときついでしょう。スノーモンだと叩けない。なんで、もう一回冒険者を出せるってことだったら、こっちは嬉しいが、シャドウで叩かれるやつも増えちゃうと。さあ、テンション上げるかどうかだな、これ。テンション上げるか、ニードルマン行くか。多分、死んでシャドウ、シャドウで両方やられると思う。だったらテンション上げた方がいいか、それとも、この辺ね、餌を撒いておくか。おっと、やれることはやってしまいました。冒険者さん。冒険者さん。2回来た。ローホッカー。いまいちだな。私のターンね。バシルフラでこいつがストップすればよかったんだけどな。敵に今度ストップ死んでヒャドヒャドだろうな。でもシーゴーレムは残る。ああ、シーゴレム。シーゴレム、このバシルラ使うのも結構辛いよな。で、ヒャド。あ、死ねないんだ。死ねないんだ。死ねないんだ。これ悩ましいな。死んでヒャドを撃ちたかったけど死ねなかったという感じだよね、これ。だったらこっちバシルラすると、シーゴレムに全部持ってかれてるな、これ。こっち走る、こっち走るするともう一回シーゴレム出てくるんだよな。その時に何かできるかっつうと何もできない。だったら、どうにするか？めんどくさいやつをただ置いておくか。これ難しいな。ここ殴りに行けないでしょ。殴りに行くと全員死ぬ。足裏で吹っ飛ばすってわけにもいかんしな。のんびりしていられませんぞ。ゲットバットとかでちょっとビビらしておくか。たくさんいればまあなんとか。いや、待てよ。ビアンカの方がいいかな。でかい方が。でかい方がシーゴレム倒せるかな。私でよければ力を貸すわ。いや、これ冒険者さんでしょ。冒険者さん。ああ、トロデか。まあまあだな。まあまあだな。まあまあ。もうちょっとこうね、バスーンとこう、クレイグとか、そういう何かが欲しい。もう、でもヒャド。クラブの画面に見えてるね。そうだね。ヒャド2枚。全員やられちゃう感じ。くそ。マイスオーバーしてくれればよかったのに。こいつバシルラで飛ばすのもありだったかなって感じだね。うん、まあ、ルイダーを許せないかな。まあ、自分活躍しただろうが。ヒャドもう一発撃たれる。どっちに撃ってくるか。何枚持ってるかというところにも関わってくるが。そっちにした。もう一発撃つか。
それはない、さすがに。お手に任せて。これはやっつけられるのは嬉しいな。お、ブラッドレディは僕は1点か。つまんないな、まあ。とりあえずやっつけるしかない。そっからの、ステンションも上げたいんだな。なんかたくさん出した方が相手にとってプレッシャーのような気もするから、とりあえずたくさん出しとくか。全部ヒャドヒャドかな。どうしてくるかなこれ。全部嫌なやついっぱいいますけど、ヒャド足りますかみたいな感じ。ステルスの方が良かったかな、一体は。そうだね。ローの能力使いたかったからね。あー、ヒャド足りるね。ヒャド、グレンで全員殺せる感じか。あー、だったらやっぱりベイビーの方が良かったね。やっつけたらまたヒャドやりますよ的な。お、ミノンいいね、ミノン。何にも出さないっていうのもありなんじゃないかなって気がしますな。ステルス。テンション。上げて。やることないから、とりあえず。あれか。どんどこどこ引いてくるか。超幸せの杖を引いてくるかって感じだな、これで。そう、氷を超幸せにすれば、なかなか面白いことになるんじゃないか。やばいな。だんだん嫌な展開が迫ってきている。でも3点しか食らわないぞ、これ。貫通でこれやっつけられるんじゃない？素晴らしい。グレンの炎で焼き尽くしてあげる。つけられるとは限らないか。きついな。1点足りないわ、1点。あ、1点ここにある。よし。超幸せの杖、ドラムか。これで先に殴ってから貫通で、こっちは生き残り、シャドウが出るが、まあ十分だろう。いい仕事をしたと言えるだろう。で、次超幸せが来てくれると嬉しいんだが、割といい流れだぞ。貫通くんよくやってくれたな、やっぱり。超幸せになりたいが。いやー、きつい。デスタムーンはひどいでしょう。ひどいでしょう。ひどいでしょう。しかもドラムではやっつけられないという。これはひどいな。これはひどいな。次超幸せになるつもりだったのに。そらー。これはずるすぎるでしょう、さすがに。デスタムーアしても意味ないという。デスタムーアじゃないや。これバシルーラしても意味がないという。とりあえずマドハンドからの、マドハンドからこれ、どっか、行かせるってどうだ？でもまた帰ってくるでしょう。帰ってきたときは一応やっつけられるっていう体で。難しいなぁ。もう一回5マナ消費させる。それもありっちゃありか。
こう、あ、そっか。のんびりしていられませんぞ。悩ましいけど、まあ、使えるものは使ってしまおう。もう一回出すと思うけど、気にしない。さあ、行くわよ。次はこのどんどこどんで一応やっつけられるから。もう一回出してくると思うけど、気にしないと。そう。だったらこっち出せばよかったな。きつー。ヒャドヒャドでやっつけちゃうわけ。それはきついな。そうするとこのデスタムは叩けない。お、無視してくれた。私のターンですね。だったらチャンスはありだな。うん、そうだな。どんどこどんで。行きますぞ。まあもう一個死んでもいいか。めっちゃ出すか、ヒャドルとかねえだろみたいな。ああ増えないんだ、増えないんだ、ここは増えられないんだ。増えるの先で氷が消えるのが後ってことか。ヒャドヒャドでしょ、ヒャドヒャド。そう、隙間を作ってくれない。これはビアンカか、ビアンカコンボ来るか。いやー、デスタムはきつかったなぁ。超幸せになれればまだ可能性あったのにな。からの、ビアンカですよねみたいな。グレンの炎で焼き尽くしてあげる。お願い、ゲルゲル。強でシルビアでしょ、でしょ。で次バーバラなんでしょ。次のターンバーバラ10点でしょ。きついな。これが私のジャスティス。あ、でも次これ超幸せは使える。弾打ち。さてと、どうなりますか。あ、アニマルもいいね。超幸せ作戦で行きましょう。めっちゃいけるんじゃないこれ。窓ハンド。殴ってからなんだよね、これ。さあ、最後でいいこと見る。めっちゃでかいやつにみんななってくださいよと。さあ、お願いしまーす。さて何が来るかな。でもバーバラにやられた方が。さあ、速攻はないのか、速攻は。お、これ何？ヒノが自分のミイラの攻撃力は2ある。よし。殴れ、よし。どうですか？どうですか？頼みますよ。バーバラさん？やっぱりですよね。私、見えるようになったのね。くらえ、プチマだって。はい、ジェシカのクソコンボが見えたところで、
ありがとうございました。まあまあまあ、デスタンムーアがなければってとこだったな。ではまた。